にちは、ネギオです。今回も仕込みをしていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。なんか暖かくなってきたと思ったら意外と肌寒いのかなみたいな。よいしょ。ちょっと難しいとこですね。よいしょ。こちらがね、長崎ののどぐろでございます。1週間ぐらいね、熟成させてあります。よいしょ。だいぶ水分も抜けていい感じですね。まあ、身はもともと柔らかいので柔らかめではありますけど、皮がね、パリパリになってだいぶ水分がしっかり抜けてますね。よいしょ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 。いい感じですね。お、いらしていただきありがとうございます。こちらね、長崎ののどぐろからさばいております。よいしょ。よいしょ。さて、今回のねタイトルはね、シャリが赤いということでね、よいしょ、黒くて赤いオス赤酢とはってしといたんですけどね。いいよ。こしょう。まあ、最近ね、高級店とかいろんなところで使われるようになってる赤酢でございますね。まあ、うちもね赤酢使っておりまして、よいしょよいしょよいしょ。お次が黒鯛でございます。よいしょ。コメントありがとうございます。こんにちは、いらしていただきありがとうございます。よいしょ。まあ、うちも赤酢でございまして、まあ結構ね日本でも珍しいんですけれど、よいしょ、赤酢よいしょ 100% でね寿司酢を調合しております。お、ありがとうございます。うまくしてくれよとかしこまりました頑張りますよいしょ。よいしょ。赤酢を 100% でね、まあ寿司酢もうちで作っておりますので、よいしょ。結構ね赤酢 100% って珍しいんですよね。よいしょ。次が鹿児島の島味でございます。お、ありがとうございます。おはようございます。初見です。ということで、おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よしよしよし。お、美味しそう。ありがとうございますお魚いろいろさばいてますんで、よかったらぜひぜひよいしょ。こちら島味でございます。ありがとうございます。手切れたらマジで僕ビビるそうですね、まあたまに切ったりしますけどねまあそんなブシャーっと出るような切り方はまあまめったにないですけどね。はい。マグロとかみたいにね、ちょっと凍ってて硬いやつとかをやるときとかにね、昔やりましたけどね。はい。お、僕もチャンネル登録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。登録していただいてありがとうございます。一応仕込みやってるときはだいたいライブでもやって、
やろうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よいしょ。まあなかなかね、開かずを 100% で結構やらないところが多いって感じですかね。まあいろんな理由があるんですけどね。よいしょ。お、ありがとうございます。毛みたいなやつ何ですか。毛なんだろう。あ、さっき抜いてたやつですかね。あれね、あの真ん中に骨があるんで。魚の毛、さっき抜いてたやつかな。一応真ん中にね、骨があるやつを抜いておりました。置かなかったかな。次がね、こちら頬でございます。よいしょ。はい、魚ね、この真ん中のでっかい骨とこっち側からこっちに出てる骨、横に出てる骨があるんで、その身の中に入ってる骨をね、抜いていくんですね。まあでかいやつだと真ん中でズバッと切ってね、柵2本にしちゃうんですけどね。よいしょ。ほぼ結構水族館でおなじみのやつですね。あの下で歩いてたりして、よいしょ、羽広げてて綺麗なやつです。結構身が締まっててね、うまいんですよね。お、ありがとうございます。刺身作って。そうですね、この後ね、またね、やれるようだったらやるんですけど、まずはね、ちょっとね、これね、よいしょ、仕込みでまずさばいておりますので。そこまでいければいいなと思うんですけど。よいしょ、よいしょ、よいしょと。まあ赤酢ってやつがね、結構最近注目されてるんですけど、よいしょ、まあその辺で売ってる工場品というんですかね、そういうお酢と違いまして、結構熟成期間が必要なんですよね。発酵期間っていうんですかね。よいしょ。まあうちで使ってるやつで3年熟成とかのやつで、で高級店とかだとなんか6年熟成みたいなのもあるみたいですね。一回行ったところでそうおっしゃってましたね。6年使ってるよーっつって。よいしょ。まあそれなので、まあ普通のね、お酢に比べてやっぱり高価なね、よいしょ、高級なお酢になっておりますね。よいしょ。まあその分色がついてるのもありますし、よいしょ、よいしょ。コメントありがとうございます。今度のライブで牡蠣食べてほしい。牡蠣っすか。牡蠣うまいっすけどね。牡蠣うまいんですけど、自分昔当たったことあるんであんま食わないんですよね。まあ牡蠣自体は好きなんですけどね、牡蠣フライとかそういうのは好きなんですけど、生牡蠣はね、当たったんでね、あのね、あんま食わないんですよ。たまになんかどっか行って食ってみっかっつって食うことはあるんですけど、はい、基本あんまり食べません、牡蠣。よいしょ。まあ高価なお酢なんでね、割って使ってるところが多いっていうのがまあまあ一つと、あとは色がめっちゃつくんですよね、その 100% で使いますとね、シャリが本当に赤くなるので。よいしょ。やっぱり一時期赤酢使わなくなった時期があったので、まあ皆さんやっぱりシャリといえばね、白っていうイメージが強いと思いますんで、あんまり色をつけたくないみたいな考えがあるのも一つですし、よいしょ、あとは赤酢だけだと香りが強すぎるっていう方もいらっしゃったりしますね。まあ自分も最初はそう思ってたんですけどね。よいしょ、方々でございました。
よし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 。お次は千葉の天然マダイでございます。よいしょ、ありがとうございます。手切ったことありますか？いや、手はめっちゃ切りますよまあ最近はなかなか切りにくくなりましたし、この手ね、手袋してんのも あれですね、あの手切りづらくするための手袋なので、はい、まあ手切ってなんか成長するみたいなところもまああるんで、まあまだまだ自分も成長するのかななんて思って頑張っております。よいしょ、お、ありがとうございます。魚さばくの楽しいですよね。そうですね、いやね、基本は基本でさばくんですけど、やっぱ結構ね魚ごとに違いもあったりとかしてね、やっぱ楽しいですね。よいしょ、あ、ここにコブがありますね。これね、骨折した後だってよく言われてますけど、よいしょ、よいしょ。まあ赤酢のね香りが強いとかいうね話があったりするんですけど、よいしょありがとうございます。グロいすいませんまあなんかあのあれですね、瀬戸内海のタイとか結構千葉の天然のタイにもよくあるんですけど、なんかこう頑張って泳いで骨が折れてそこが治るから太くなるんだよって言われてたり、実は全然違うんじゃないかって言われてたりもするやつですね。よいしょ、マダイでしたと。よいしょ、炙るやつもあるので、そっちもやっていきますかね。魚の香りとかに合わせて、でしょ、皮取っちゃったりとか皮ごと炙ってあげたりとかいろいろやってます。こちら先ほどのホウボウでございます。皮目にね塩を振ってちょっと置いてあげます。よいしょ、置いてあげると水とかが出てきて、そのね水分量とか香りとかをね調節できるようになるんで、よいしょあれ、ご飯セットするの忘れてました少々お待ちください。失礼しました。お、ありがとうございます。どこに魚置いてるんですか？さっき塩振ったやつは普通に常温に置いてあります。よいしょ、まあお塩とね、そう反応させるのが目的なので、よいしょ、まあ冷蔵に置いといてもいいんですけどね。ちょっとそっちの方が時間がかかる感じになりますかね。こちらがアジでございます。大分のアジでございます。大きめで割と脂もほんのり乗ってるやつですね。お、ありがとうございます。寿司ということで、あ、寿司握る時ですかよし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 、
握る時とか一応冷蔵庫の中に入れてありますね。じゃあ、まあネタケースに入れない派で、よしよし、まあその方が楽なんですけどね、ネタケースの方が。よいしょ、まあ赤酢の香りが結構ね強いって言われてて、自分もそう思ってたんですけど、よいしょ、意外とね、あのお子さんとかも普通に召し上がりますね。よいしょ、おいしいおいしいっつって。なんで別に悪い香りじゃないのかなって感じで、まあ悪い香りではもともとないんですけどよいしょまあそのね、赤酢ってやつは何からできてんのっつう話で、あれ、あのあれなんですよね、酒粕ってやつを発酵させて作ってるお酢なんですよね。よいしょと、お、ありがとうございます。実は僕、お、何でしょうかねよいしょ、酒粕をね発酵させてお酢を作ってるやつなんですよねよいしょ、まあ酒屋さんとかがね作ってるやつでしてね、よいしょ、作ってたっていうのかな、今の場合は。まあ江戸時代にね、よいしょ、なんかお酒の法律がね変わったらしくてですね、よいしょ、太平洋側っていうんですかね、あっちの方のお酒作ってるとこがなんか京都にねなんか卸せなくなったとか、そんなようなことがあったらしくて、こいつはやばい大変だっつって、それでまあお酒だけじゃなくお酢も作ろうっつってお酢も作り出したんですけど、けどこんな誰が買ってくれんだよみたいになって、よいしょ、それを江戸に持ってきたっていうことらしいですね。で江戸でね、どうやって使おうかって時に、そのお寿司を作ったって言われてる人たちが、今の早寿司って言われるね、お寿司を、そのお酢を使って作ろうっつってなって作ったらしいですね。よいしょ、まあお寿司自体はね、まあお寿司というか寿司自体は結構ね大昔からあるものなので、現代のねこの握り寿司ってやつは新しいんですけどね、寿司っていう、まあ料理っていうんですかね、ものは結構昔、大昔から何千年前とかってあるのかな、あるんですよね。よいしょ、ありがとうございます。マジカルバナナ懐かしいですね寿司といえば日本、今もやってるんですかねよし、アジでございました。よしよしよし、さてと次は、炙っていきますかね。よいしょ、お、ありがとうございます。お、びっくりすると思うんですけど、まだ小学3年生です。おー、マジっすか、すごいっすね。若い、若すぎる。このアカウントはお母さんのアカウントです。なるほどでございます。そういうことなんですね。ああ、もう小学生もマジカルバナーとか知ってるんですね。なんかいいですね。面白いですね。よいしょ。
炙りました。結構ね、あの皮のところはしっかり炙ってあげた方が美味しいですね。よいしょ。結構さっと炙る方多いんですけど、がっつり炙ってあげた方が香ばしさが出て、魚のね生臭み的なところもね薄れるので、よいしょ。さっくり炙ってあげるとあれなんですよね、逆にその香ばしいいい香りと魚のねその魚臭さが同居しちゃって、魚臭さが引き立っちゃったりとかもしちゃったりするんですよね。よいしょ。まだ塩振っときました。お、あれです、クジラのイラストのよくある水が出てるとこに似てる。あー、なるほど。確かにそうかもしれないですね。新鮮だと炙るとね、こうくるーっと丸まってくるんですよね。よいしょ。鮮度が落ちちゃうとあんまり反応しないんですけどね。よいしょ。そしたら皮を取っていきますかね。こちらで先ほどさばいたシバアジでございますね。味系はこの辺ちょいちょいってやると皮がむけてくるんで、よいしょよいしょーと。よし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 、うん、失敗しましたね。皮やっぱ切れやすいんで、よいしょっと。よしよしよし。まあ毎日やってますけど、ちょっと苦手分野なんですよね。身の状態に合わせてね、お塩振ったりしてあげてます。よいしょよいしょ。まあお寿司のね話になってたんですけれども、お、ありがとうございます。チャンネル登録者何人目指してるんですか。あー、そうですね、何人って目標が特にあるわけじゃないんですけど。そうですね、今2800ぐらいなんでね、とりあえず1万ぐらいは行きたいですよね。まあちょっとずつ増えてるんで、増えていってくれたらなといったところではございます。よいしょ。こちらクロダイでございます。よいしょ。よいしょ。まあお寿司お寿司って皆さん言ってると思うんですけど、よいしょ、なんで寿司って言うのかご存知でしょうか。よいしょ。寿司、まあ意外と知らないかなと思うんですけれども、まあ昔ね学校とかでやったと思うんですけど、古文的なあれでね、なんかお菓子とかね、糸お菓子とか言ってなんかやったと思うんですけども、よいしょよいしょ、あの時代の言葉から来てるんですよね。よいしょ。ありがとうございます。その中に僕もいますよ。ありがとうございます。
嬉しいです。あ、ちょうど古文とかやってんすかね。よし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 。それでその時代のまあお寿司、さっきお酢っていう話をしてたと思うんですけど、まあお酢なんで酸っぱいは酸っぱいものですよね。お、コメントありがとうございます。昔は寿司ってでかかったって聞いたんですけど、それは本当ですか？そうですね、なんかそうみたいですね。その江戸時代の、まあ、初期の頃っていうんですかね、マダイでございました。よいしょ。まあ食事としてというかね、本当にまあ高級なファーストフード的な感じだったみたいなんですけどね。よいしょ。屋台でそのでかいやつを 2,3 個食うみたいな、そんな感じのスタイルだったみたいですね、最初は。まあ価格帯的にも別にそんな安かったわけではないみたいな感じでは言ってましたけどね。だからお高い屋台みたいな感じなんじゃないですかね。よいしょ。よいしょ。のどぐろにもお塩振りました。よいしょ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 。まあお寿司ね、酸っぱいものなんで、よいしょ。まあその時代は今の寿司と全然違いますけどね。酸っぱいものっていうのを指すね、寿司っていうところから来てるそうですね。よいしょ。まあ自分発音苦手なんで、違ってたらごめんなさい。栃木出身なんで、ちょっとね日本語のアクセントっていうのは結構苦手なのもんで。まあ、お寿司の大きさもね、結構今でもね、結構違いますよね。よいしょ。うちは結構シャリ小さい方で10、11、12グラムとかっていう、まあ軽く一口で食えるぐらいの大きさなんですけど、お高い回転寿司とかだと18グラムとかですかね。100円寿司さんはどうなんだろう、16、15ぐらいなんですかね。お、ありがとうございます。胡椒振りましたってことで、あ、先ほどのがあの胡椒じゃなくて岩塩なんですよね。まあ魚の香りに合わせていろんなお塩使ってますんで、さっきののどぐろは結構そのあの岩塩と相性がいいもので、あれ黒い岩塩で硫黄とかが含まれてて香りがある岩塩なんですよね、珍しい。それがね、結構ノドグロとかキンメダイとかあっち系の香りとよく合って美味しいですね。さばくのが一段落したんで切り付けをしていきたいと思いますね。こちらがマダイでございます。うん、うまみがあって美味しいですね。よいしょ。まあ先ほどのとは別で昨日仕込んだやつですね。よいしょ。昨日仕込んだやつを、まあ、ランチで使っていきます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、ありがとうございます。よく寿司屋とか行くんですか？
そうですね、最近あんまり行ってないですね。まあ、最近あの1万円台とか結構、まあ1人1万円とかのお高い寿司屋っていうんですかね、高級寿司が割と流行ってたりして、まあ近くにもちょいちょいあるんですけども、まあちょくちょくいろんなとこに行ってたんですけど、その価格帯は結構ね、あの残念なお寿司屋さんが多くてなかなか勉強になるとか美味しいとかいうところがなかったので、もうだいぶ心が折れました。2人で行ってね、2万3万払ってあんま美味しくないってなると結構もうね、もう嫌になっちゃいますよねもう嫌だってなりますよいしょ。こちらが島味でございます。先ほどさばいたやつと、よいしょ、お、ありがとうございます。今食べましたそうですね、やっぱり魚の状態がね徐々に変わっていくんで、しっかりね味見しながらやってますやっぱり昨日仕込んだやつとかで1日経ってるとだいぶ味とか香りも変わるんで、うん、コメントありがとうございます。マダイは皮目は焼き霜ですか。そうですね、はい、先ほどバーナーで炙りました。まあ大きさによってですけど、結構小さめのやつはやっぱり焼きの香りと相性がいいんで、うちでは結構炙ってあげてますね。うん、あ、島味もうまいっすね。お、ありがとうございます。自分で作るですか、よく。そうですね、まあよいしょ、よいしょ、ね、魚捌きまくってますからねよいしょ、うん、島味天然だったんですけど、結構天然物は光物感の感じが強かったんですけど、今までは今日のやつはかなり白身っぽいですね。身も締まってて美味しいですね。こちらがホウボウでございます。ポイ、2万ということでそうですね、最近お寿司高級寿司流行ってますんでね、はい、まあ100円寿司さんも流行ってるんですけど、高級寿司さんも最近結構流行ってましてね、まあポコポコできてるっていう感じは結構ありますよね。お、ありがとうございます。丁寧に仕込みされてるんですね。そうですね、結構魚ごとに変えたり、その日ごとにちょっと調節したりとかしてやっております。まあ魚好きからやり始めてますんで結構ねよいしょ、まあ大学でも水産学やってましたんで結構ねやっぱり違いますね。普通の職人さんとは結構切り口が違うもので、オリジナリティというかね出してやっております。でしょ、うん、あ、ほぼうまい、うまいっすね。甘みがあってうまさもあって、よしよしよし、ほぼ冬のお魚なんて言ったりするんですけど、この冬は微妙だったんですよね、ものがね、あんまり入らなかったっていうのもありますし、やっと良くなってきたのかもしれないですね。よいしょと、ほぼ結構身が固くて皮もしっかりしてますんで、うちの場合はよいしょと
薄く切りつけてあげて合わせて握ってあげてます。やっぱ切るやつでこううまさとかをね調節するのが寿司のね技術って感じなんでね。よいしょ。よいしょ。まあお高い寿司がね結構残念な理由はよいしょやっぱどうしてもあれなんですよね。昔ながらっていうのが結構あるんで、お、何年ぐらい魚をさばいたりしてるんですか？そうですね、まあ大学の時も一応普通にさばいてましたし、そこからもうてんてんてんっていう感じなんで20年ぐらいはさばいてるかもしれないですねお、ありがとうございます。ほうぼうも皮引かない方が美味しいですか？そうですね、ほうぼうはやっぱり皮目の香りがやっぱいいんですよね。皮の香りがいいので自分は皮引かないで皮炙ってあげて焼き霜で、まあその分やっぱちょっと皮硬いんでその皮の切り方はちょっと気をつけないといけないですけど、大きめに残してあげちゃうと結構皮口に残っちゃうかなとかそういうのはありますけど、ちゃんとやってあげるとやっぱいい香りで美味しいですね。自分は割と持ち味を伸ばしてあげるというか長所を生かしてあげるタイプなんで、いろいろねそういうところをやってあげてます。よいしょよいしょ。こちらがクロダイでございます。よいしょ。ほいっと。最近ホウボウでね結構厄介者扱いされてるかわいそうなお魚ですね。よいしょ。お、コメントありがとうございます。焼き付けがうまいですね。皮があまり縮んでないということでありがとうございますまあなんと感覚でやってますんでなんとなくですけどよいしょ。最近クロダイやっぱりかなり美味しくなってますね。よいしょ。この環境変化にクロダイは対応結構してるのかもしれないですね。よいしょ。もともと汽水とか言って川とかそういうとこにも入り込んだりするお魚なんで、よいしょ、水温変化とかにも強いでしょうし、食べ物もね雑食性でいろいろ食べるんで、それでよいしょ、この時代でもめっちゃ元気なのかもしれないですね。最近はね、なんか海苔を食ったり、アサリを食ったり、ホンビノス食ったりとか言ってね、いろんな漁師さんにね、怒られてますけどね。よいしょ。こちらが千葉のボラでございます。よいしょ。よいしょ。お、ありがとうございます。魚寿司店とか聞こうかと思いますか？ん、魚屋さんですか魚屋さんのことかな魚屋さんは結構好きですけどね、自分ね、よいしょしょ、いろんな魚とかねあるんでよく行ったりはしますけど、よいしょ、まあ市場でいろんなの見てますけどね。よし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 。
よいしょ、ちょっと血合いね変わっちゃってたんで取っちゃいました。ボラもね結構美味しいですよ。よいしょ。よくね臭いとかね言われたりするんですけど、よいしょよいしょ。お、ありがとうございます。ボラって臭いイメージがありますが気をつけてる点とかありますか？そうですね、やっぱりボラはそうですね、その香りの調節結構重要でして、まあ一番重要なのはやっぱり皮をしっかり取ってあげることですかね。皮と皮目に香りがやっぱり集中しますんで、皮を残して使う料理とかはあんまりやんない方がいいかもしれないですね。皮全部取っちゃって刺身にするとかがいいですかね。よいしょ。皮ごとアクアパッツァとかにしちゃうと多分結構大変なことになると思うんで、よいしょ、皮を取ってあげて、まあ、あとはまあ、粗塩とかで軽く振ってあげて水抜いてあげると結構いいかもしれないですね。よいしょ、香り結構調節できます。お、お寿司が好きだからいつも食べたいんですけど、にお兄ちゃんが寿司のサーモンが嫌いだからあんまり寿司はいけないのが悲しい。あー、なるほどサーモンね、よいしょ、美味しいサーモンは美味しいんですけどね。おそらくあれですよね、100円寿司さんかな、わかんないですけど、安いサーモンはね美味しくないですよね。うちとかで使ってる最近の高いサーモンは美味しいんですけどね、それは悲しい。よいしょ。いや最近ね回転寿司さんとかでもいろんなネタがあるからね、食べれそうなのもありそうだからね、そっち食べててっていうのもありっちゃありな気がしますけどね。自分は結構あのサラダ系とか好きですよお寿司屋さんにないですからねのどぐろでございました。よいしょ。お、ありがとうございます。トラウトサーモンは泥臭いですね。アトランティックサーモンはうまい。そうですね、失礼いたしました。そうですね、トラウトサーモンはやっぱりちょっと手を加えてあげた方が美味しいサーモンなんですよね。やっぱりね、自分も何回か使いましたけど、なのでトラウトサーモンもあれですね、ちょっと塩をね打ってあげた方がいいですね。ちょっと塩振ってあげて置いてあげると香りが調節されて身も締まって美味しくなりますね。逆にアトランティックサーモンはそのままが美味しいサーモンなんで、そのまま召し上がるのが美味しいっていうのがやっぱ強いですよね。アトランティックってことで、はい、アトランティックサーモンって言って、まあ、今結構世界中で主流に養殖されてるサーモンの種類ですね。日本語で言うと大西洋鮭って言いますね。よいしょ。ノルウェーとかオーストラリアとか、まあ、最近だとチリとかでもアトランティックやってますよね。よいしょ。切りつけてきました。マダイと、シマアジとホウボウにクロダイとボラでございます。ありがとうございます。詳しいですねありがとうございます。やっぱ魚好きで水産学もやってたんで、いちいち調べちゃうんですよねよ
ちゃんと調べて、いろいろやっております。ちなみにアトランティックサーモンは5キロ台が美味しいですね。はい。大きい方が美味しいんで。まあただ大きさにも季節性でちっちゃくなったり大きくなったりなんで、あれですけどね。あ、美味しそうだよ。ありがとうございます。よいしょ。そんなわけでいろいろやってましたら、だいたい仕込みが終わってしまいました。そうですね。終わっちゃいましたね。そんなわけでここからはちょっとランチの準備とかをしたいと思いますので、お、ありがとうございます。手すばきがすごいですね。お、手さばきかな。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。さて、そんなわけでこの辺でちょっと終わりにしたいと思います。たくさんコメントありがとうございました。あ、頑張ってくださいということで、ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合があればぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。あ、登録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。手さばきだった。ありがとうございます。では失礼いたします。